こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はドーナッツを作ってみたという話です。春休み遊びに来た、お孫ちゃんとドーナッツを作りました。今日はね、そんな内容でお届けしたいと思います。春休みということでね、こちらの学校では、大体この時期に1週間休みになるんですね。今回はですね、その1週間、我が家に遊びに来てくれましたのでね、ちょっといろいろ楽しいことやってみようかなと思った、そういった企画です。さてね、今回ドーナツは、ホットケーキミックスを使いました。でね、ホットケーキミックスなんですが、こっちね結構お塩が入ってるんですよね。でちょっとね、あんまりお塩が多いと同時に辛いので、今回はね普通の、中力粉を半々に混ぜて、まあ、それに、卵と、牛乳ですね、牛乳を入れてドーナッツの生地を、作ることにしました。そしてね、お孫ちゃんの来る前に、ドーナッツ型というのがね、これシリコンで作られたものなんですが、結構ですねお安くて、これが何個入りかな、24個入りとかね、そんなね大量に入って数十ドルという、なかなかね、素晴らしいものがアマゾンで見つけましたね。あらかじめ買っております。今回は、材料を計測した後にね、ジップロックに入れて、それで、ジップロックをこう手でこねこねという形でねやろうと思います。まあね、こういったお菓子作りっていうとね、どうしてもいろんな容器を使って、その容器にね、まあ、ちょっともったいないと思っちゃうんですけど、老人ですからいろんなものがついちゃうんで、なるべくねそういったものがねないような形で、今回はねジップロックで、混ぜてもらって、でジップロックの端っこですね、そこをねちょっと切ってもらって絞り出すというようなね、そんなねやり方をやってみようということで、今お孫ちゃんにね一生懸命ドーナツ生地をね手でこねてもらってます。今日ドーナツはね、焼くのは、焼くというか本当は揚げるんですけれども、これもねちょっと老人にはあんまり優しくないので、今回エアフライで焼くことにしました。ですのでね、ちょっとスプレー型のオイルをね吹きかけてこう焼くという形になります。なかなかね、まあ、カロリーも少ないし油の処理もいらないので、まあ、なかなかエアフライヤーでドーナツを作るっていうのはね、なかなかいいアイデアじゃないかなと思っています。今日型がね、いろんな型があるんですが、やっぱりねドーナツということなんで、ドーナツ型をね半分使ってみて、残りはねお孫ちゃんに選んでもらって、何種類か、まあ、星型なのかハート型なのか、その辺をね選んでもらって作ろうかと思います。だいたいこの辺上がったのでね、ここで、まず型の方にね、このスプレーオイルっていうの、最近随分いいものができましたよね。これをねまずシュッと一吹きして、そこにねドーナツの、生地をねこう流し込むというやり方です。本当に便利なものができたと思うんですが、このオイル、スプレーオイルですね、まあ、本来だったらねこれに何かの別の容器に油を出して、それでハケでねこう塗るようになるわけですけれども、結局ハケ、で塗って、容器も油で汚れて、さらにハケも汚れてということで、やっぱりちょっとねあんまりエコじゃないんじゃないかなと、まあ
スプレーの方はね、ただシュッとやるだけなので、容器も別に使うものもなく非常にいいんじゃないかなと思うんですね。まあ、ちょっとねお値段は高いんですが、まあ、いろんなね無駄が出るってことを考えると、まあ、多少スプレーオイル高くてもね、なかなかいい、アイデアじゃないかなというふうに思いました。さてね、今一生懸命型の方に、流し込んでるんですがね、この段階ではねちょっと気がつかなかったんですが、ちょっと多めに入れちゃうとねやっぱり膨れ上がっちゃって、最終的にねデコレーションしようと思った時にデコボコになっちゃうと斜めになってあまりよろしくないということなんで、まあね、次回からはねあんまり入れすぎずに、ね、やってみようかと思います。さて、お孫ちゃんが選んだのはハート型と星型と、あとそうですね、何型っていうのかな、まあその型をね選んでもらって今中に流し込んでいます。だいたいこんな形になりました。さてね、エアフライヤーで焼き上がってきたやつがやっぱり案の定ね裏側がぽっこりとこう出てたので少し平らに置くためにね削りました。大きかったやつはね、それに、粉砂糖とお水で溶いた、まあちょっと甘いあれになりますかね、これをね今つけて塗ってます。でそれからね、何かの動物の顔にしようと思ってたので、まずアーモンドでね、耳をね刺して、この粉砂糖でね一緒に接着するような形で、それからねアメリカ系スーパーに行った時に何かこう目になるようなものないかなと思ったら、たまたまねもう目が作られたキャンディーみたいなものが売ってましたので、今回はねこれを買ってきて、目はねそのままポンと置けばできるように便利なものがあるなというふうに思いましたけど、そちらをね使いました。そしてねお孫ちゃんにこう思い思いの、いろんなね顔を作ってもらいましたが、ドーナツの顔にハートもね、ハートの上の方ですか、目を入れるとまた違ったね動物みたいになって、なかなかねお孫ちゃんもアイデアがあるなと感心しましたね。そんな形でね、いろいろとこれ8個分ですけどね作ってみました。いろいろとですね木の実のね、詰め合わせがあったのでね、その辺をもううまく使って口を作ったりね、いろいろ楽しんでみましたね。そんなね春休みのひとときでした。またね遊びに来てもらいたいんで、いろいろアイデアを考えたいと思います。はい、それじゃあ出来上がりました。はい、はい、どうでしょうか。こんな感じでできました。はい、お孫ちゃんとクッキング大成功。いただきます。次はどうにしようかな、これにしようかな、これを食べます。はい、じゃあ今日は大成功。はい、ではまた。ティナ&ティム、アメリカ暮らしでした。